私はもうこちらの方にシフトしました。そうですね、まずは118時代から初速っていうところは実際自分が欲しいという話だったんですけど、120に関しては非常にヘッドも大きくなって、それからカーセーモーメント、ボールの直進性が非常にこう高いというような、本当にクラブが仕事をしてくれる、勝手に仕事をしてくれるっていうようなクラブですし、ブーストリングといって、その効果で非常にこの120に変えてからはまず初速が上がったと。やっぱりこのブーストリング効果っていうのが非常に大きいですし、スイートエリアの広さも広いと思うんですね。だから若干ずれてもその初速が全然落ちなかったりするもんですから、非常にもう自分はこっちを気に入って今使ってます。非常に大きいヘッドの中では見た感じ輪郭が非常にこうすっきりしてるんで、すぐ慣れましたね。逆に前作の方が違和感を感じるようになりました。で、あとは自分の中で非常にこうボールが曲げにくいという、逆にデメリット的なところがあるんですけど、それを飛距離アップと、それからボールの直進性っていうところで補っていければ非常に戦えるクラブだということで、その両方を補ってくれるような、そういう働きをしてくれるんで、こちらの120を今選択してます。で、今は非常にこうもうボールの直進性が高いんで、いかにこの自分のスイングとそのクラブのスクエアっていうのを合わせるかっていう、そういうところをこう鉛を調節したりですね、そういうことしながらちょっとスクエア探しをやってます。そうですね、実際昨シーズンこの120を使って成績も上がりましたし、平均飛距離も伸びていきましたし、道具の恩恵はかなり120の恩恵はかなり昨シーズンから受けているというふうに思います。